両手首のアクセサリーが重い。踊っている時にバランスを崩さないか心配だよ。バイパー先輩、手際がいい。普段通りにやるだけだ。完成だ。さて、配膳の準備をしよう。おっ、気合い入れるか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 。味は悪くないはず、多分。おっ、
気合入れるか。完成だ。さて、配膳の準備をしよう。普段通りにやるだけだ。完成だ。さて、配膳の準備をしよう。おっ、気合入れるか。味は悪くないはず、多分。普段通りにやるだけだ。完成だ。さて、配膳の準備をしよう。おっ、気合入れるか。完成だ。さて、配膳の準備をしよう。普段通りにやるだけだ。
完成だ。さて、配膳の準備をしよう。おっ、気合い入れるか。味は悪くないはず、多分。おっ、気合い入れるか。完成だ。さて、配膳。普段通りにやるだけだ。完成だ。さて、配膳の準備をしよう。普段通りにやるだけだ。味は悪くないはず、多分。おっ、気合い入れるか。味は悪くないはず、多分。
押す。気合い入れるか。完成だ。さて、配膳の準備をしよう。押す！気合い入れるか！完成だ。さて、配膳の準備をしよう。普段通りにやるだけだ。完成だ。さて、配膳の準備をしよう。普段通りにやるだけだ。味は悪くないはず、多分。普段通りにやるだけだ。味は悪くないはず、多分。さて、これで二人にここまでマスターシェフを受けてみての感想を聞こうかな。この授業のおかげでレシピに書いてあることや料理の手順が前よりも分かるようになりました。シェフたちが丁寧に教えてくれたおかげです。ありがとうございます。料理の作り方を授業という形で教えてもらったのは初めてなので、新鮮な気持ちで厨房に立てました。
基本に立ち返るいい機会でしたし、新たにアイデアも湧いてきて多くの学びを得られたと思います。料理上手なバイパー先輩がどうしてこの授業を選択するんだろうって不思議だったんですが、シェフたちやバイパー先輩の料理する姿を間近で見て基本が大事だってよくわかりました。実家に帰った時のために僕ももっと気合い入れて頑張ります。俺も初心を忘れず基本に立ち返るようにしないとな。その上で様々な国の料理を学んでレパートリーを増やしたり、故郷の料理をアレンジしたり、いろいろ挑戦してみたい。今回のレッスンが新たな料理への興味につながったなら嬉しいよ。はい、この学園にいる間により多くのことを吸収したいです。引き続きよろしくお願いします。おっ、気合い入れ直していきます。よろしくお願いします。食堂のキッチンは広いな。豪華な服はカリムの私物で見慣れているが、自分で着るとなると話は別だな。